moments are the important moments that connect us. 急な名古屋。皆さんこんばんは。9月19日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM 宜野湾の電波をお借りして、名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋をお送りいたします。今日もね、名古屋はね、なんかジメジメ暑かったんですけども、最近ですね、タオルをね、よく王子ね、首にかけてるんですけども、この湿り気のスピードが速いこと、それがね、ちょっと時間が経つとね、なんかいい香りがしてくるんだけど、これはやっぱり王子の大衆かしら。滑り王子マスクマンでございます。はい、今週末は鈴鹿で、F1 の日本グランプリがあるんですけれども、もう通勤の道、名古屋駅通るんですけれども、なんかすでに看板がたくさん F1 の看板があって、なんかこっちもなんとなく盛り上がってる気分になってます、うん、でもうちょっと心配なのは金曜日通勤なんですけれども、きっと F1 見る人でごった返してるんだろうなって、ちょっと嬉しいようなブルーになってるような、ジョニコミスキーと、まあ、脳内はトゥルースが流れてるかなと思うんですけどもですね、今日はですね、私健康診断を受けたんですね。それで雲字局にもお話しさせていただいたんですけども、人生初の胃カメラだったんですね、うん、これがですね、もうこの世と思えないぐらい気持ちが悪くなりまして、うん、もう涙出る、よだれは出る、うん、もう胃の中はもう空気で膨張される、うん、もうなんだろう、あれは虐待を受けてるかのような気分になった、うん、もう本当に今日はとてもしんどいダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマは挑戦。今夜のテーマは挑戦です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギヌワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギヌワンで検索してください。本日は電話ゲストコーナーがあります、電話ゲストはお菓子と軽食の店じゃないですよ、おやつと軽食の店夢屋さんになります。22時13分頃からとなります。名古屋は栄養コーナーがあります。また挑戦することについて何かフリートークがあるみたいですよ。22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプル8、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ウィッシャー芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市中田、おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたします。キユナ名古屋。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに、創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。
これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。名古屋市厚田区にあるトリプルエイトでは、フォークリフトの整備、塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。キウナゴヤ、はい、メールご紹介する前にですね、はい、ツイキャスのコメントでね、そうなの、うん、あのね、シュプリームさんがね、はい、胃カメラと肛門に指を入れられるぐらいなら死んだ方がいいですってでもさ、お尻からあのカメラ入れる大腸検査、はい、ありますね、ありますよね、うん、それは我慢できるのかしら胃カメラも気持ち悪いですけども、うん、ね、ただね、その大腸検査の、あのこのカメラ、あれはまだね、腸の方はね、の王子もやったことありますけども、はい、大丈夫のような気がしますけども、ただ看護婦さんにあのお尻を見られて恥ずかしいっていう、うん、それはありますけども、うんうんうん、ね、あの上、私あの王子、うん、シュプリームさんの、はい、あのメールじゃない、ツイキャスを拾うから、うん、私先に、うん、ダンサーズスタジオの皆さん、王子ファンの皆さん、こんばんは、アイリトン・セナガですって、そっちの方を拾うのかなって思ったら、うん、いきなりカメラの方に行ったんだね、うん、すごい目につきましたそっち、そう、私はなんか一番最初に、うん、すごい、自分の中でアイリトン・セナガにすごい受けてて、あそういうことねそういうことねって、うん、はい、いや、ギネスさんがね、カレー臭って多分ね、え、でもか、あ、あの、あ、あ、あの、ちょっとあの香ばしいような、あの、はい、香ばしいような、いい匂いの方のカレーですね、うんうん、でもね、あの、なんていうの、うん、汗の匂いなのか、うん、カレー臭なのかわからないんですけど、はい、うん、あのちょっとふんわり匂いがすると、誰の匂いかなと思って、よくね、タオルをかくとね、あ、これ私の匂いなんだ自分の匂いを再認識するっていうね。カープボーイさんが、味噌煮込みスキーさん、ダンサーズさん、ひげを剃ってもヤクミツルさん、皆さんこんばんは、ワン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 、イカメラ、僕が飲んだ時は入れたらもう終わっていたよって。あら、早い、早いっていうか、多分カープボーイさんは平気だったんですね。テーマ挑戦、今古典音楽の野村流の新人賞に来年挑戦するので絶賛練習中です。難しい、どんなしたら声出るようになるんだろうって。すごい、すごい挑戦ですね、うんうん、これはやっぱりあれ、あのボイストレーニングをしてるってことなんですか ね、どうしたら声が出るかなっていう。あ、でも、まあ、多分練習されてるんですよ ね、うん、うんうんうん、でもあれやっぱりね、今また流行ってるみたいで、その音楽教室というか、その歌 の声をよく出せるようになってる、ボイストレーニング、そうそう、の、うん、そういう教室がね、なんか流行ってるみたいで、うんうん、この朝もね、そういうテレビ番組で、うん、それをやってらっしゃる先生がね、出てきてましたけど、うん、なんだったかな、もともとはね、歌手の方なんですよね、うんうん、小野さんだったかな、はい、すごいキーが高い歌手の方、誰だろう、小野さんだったかな、小野、うん、ちょっと名前が忘れちゃいましたけど、すごい有名な曲を歌ってらっしゃる方なんですけども、はい、うん、でその方がね、テレビのこうバラエティ番組で歌詞を間違えずにずっと歌っていくっていう番組がありました。あ、なんかありましたね、うんうんうん、でその方がね、
自分が挑戦していって10曲だとマックスなんですけど、1曲ずつそれをクリアしていくと自分の教室の、お題が1000円ずつ安くなるっていうのをやったらしいんですよ、はい、で6曲クリアできて6000円引きで、その教室が今入れますってことで、うんうん、宣伝したらなんかたくさんね生徒さんがいらっしゃったみたい で、うんうん、でその方がハプーさんが小野さんってあれから You are the only の人かなってかな、なんかハイトーンボイスの方ですね。あ、王子がお話ししたからFMJG 新一さんが、はい、僕は20代の頃前立腺肥大で泌尿器科にお世話になった時に肛門から指を入れられたことがあります。例のマッサージを病院で体験してしまいました笑いって。ああ、王子はですね、はい、そのいろいろやってましてですね、切れ痔の時は病院に行ってこうワセリンをねつけられてね、こうお尻に、ね、指つきに入れられましたけどね、ただ単に触診っていうんですかね、うん、何が どうして突っ込まれたかはよくわからないんですけども、はい、ということでですね、はい、はいはい、お時間となりましたので、はいはいはい、なんでこんな終わり方、はい、CM です、はい、はい、CM です、はいはい、夢屋さん登場です。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は1人700円でなんと 1.59 まで持って帰れますよ。さあ八重瀬町ぐっしゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010、 ぐっしゃん芋生産組合のあさとまれ。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋はあなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は経営者様のお困りごとを多角的に問題解決します。従業員に関するお悩みに寄り添います。お問い合わせは電話 03-5357-1182 まで。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 キウナ名古屋。はい、電話ゲストコーナーです。本日はおやつと軽食の店夢屋さん登場です。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。ご無沙汰しております。ね、ご無沙汰しております。よろしくお願いします。お尻のお話の次に出させていただくということで、はい、光栄です。本当にね、もう最高の慣れを作っていただいたなと。はい、いや、失礼いたしました。いやいや、私好きな話なので。あ、そうなんですね。あ、チケも大丈夫なんですね。はい、あっチケって、いや、あっチケ。じゃあ改めてですね、はい、まだ知らない方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、自己紹介の方お願いしてもよかったですか。はい、はい、
では、はい、沖縄大学の近くの那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。もうあの雲字局、小湾局、はい、バンバン投稿されていらっしゃいますもんねってなそうでしたっけもう小湾もバンバンですもんね。いえそんなことないです。最近は、はい、もう聞いて満足、送るなんてっていう感じです。いやハッシュタグついてますけどねそうなんですよ、はい、文章をもう考える能力がもうなくなってしまって、ツイッター X か、はい、X でつぶやくぐらいがちょうどいいみたいな、はい、老眼も入ってきたので文章が打てない。あーうちのメンバーのこのね男、ある男がですね、あの、はい、老眼マスターですけども、そうなんですよね。なんか前なちょっと前ぐらいに老眼の話したことありましたよね。ありますね、はい。ねその時にわかるわかるって言いたいけど、はい、言いたくないっていう葛藤で知らんぷりしました。はい。ねあの実は彼のですねパソコンの文字は、はい、あの他の人よりあのポイントを大きくしてるんですよ。わかる、ね、で、はい、私実は今あのここから見えるんですね、このモニターが、はい、で この隣からよく見えるんですよ、読めるんですね。はい、わかる、はい、ね、でもそのそれより近い人なんですが全くわかんないみたいですよ、はい、でもあれですよ、老眼の人は目がいいっていう、はい、うん、遠くは見えるんですよ。だからね、ね、うん、ね、え、ね、あのね、はい、出てきた。あの王子ですけど、あの、はい、私近眼で老眼ってどういうことっていう。あ、うん、お忙しい。そうなんですよね。あのだからね、あの、メガネのポジションがいつも変わるというね。で遠くを見るとメガネをかけるんですけども、ね、近く見るときはあのこうメガネのポジションが変わりますって、ちょっと上に上げないと見えないっていうね。お忙しいですね。そうなんですよ。大変あのお手手がお忙しいですよ。あ、すごい。あ、そうね、王子、うん、はい、今日さ、はい、はい、画面越しの王子がめちゃくちゃイケメンに見えるんですけど、でしょ、これは私がおかしいのか、老眼ですねやっぱり。あ、それか。そしたらですね、今からでも遅くはありませんので、虫眼鏡を持ってきてね、ちょっと拡大してみてください。おだまり。そう、拡大しても、あれ今日なんか王子なんか挑戦してるテーマに沿って何か挑戦やられてる、はい、と思って。あ、別にあのスキンケアはしてないですけども、うん、たまにこう、フェイシャルマッサージあるじゃないですか、うん、たまにあのね、はい、あの、顎のあたりがね、コリコリ凝っちゃってね、あのグリグリやるとすごい痛いんですよね。王子滑ってます。おーおーおー、今滑ってないよね今日はあのあれちょっとあの、健康志向というかね、あのあれですよ、健康診断の話からね、うん、ね、どん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 こういうね、あの、健康について今日テーマだったっていうぐらい ね、そういう美容の話もしてるし、ね、今日はあの先ほどね、あの弓矢さんがお出になる前にですね、あの、はい、お尻のお話をしましたけども、これもあの、うんうんうん、別にあのね、ダンサーズが言ったあちけの話はございませんから、うん、おだまり、病院でのお話をしただけですからね。おだまり。ああ、私あちけがあちけだと思ってなかったので、あ、教えていただきまして誠にありがとうございます。あの王子はそっちのお話大好きですよ。おだまり。じゃあ今度、うん、ゆっくりお聞かせください。あのただ電波に乗せれないっていうのがありますんでそうなんですよね、個人的にそう、うん、まあ大体ね大丈夫ですよ。あの、今日はですね、またね、あの夢屋さんのね、パンでしたっけ、あのパンだっけ、いろいろ置いてますね。パンも置けるし、パンもあるし、うん、あのとってもあのお安くあの提供されてるっていう、はい、ね、わざわざ私の夢屋の宣伝まで持っていこうといただきまして、うん、ありがとうございます。さすがです。すいません、取ってつけたような取ってつけた違う、あのね本当にね、本当に、うん、取ってつけたってこれだなっていう感じの
でも、まあ、いいでしょ、コピーに近いです、上手でしたよ、でしょ、上手でした、いいところで挟むでしょはい、じゃあ最高です、それをお話を聞いたりこうねしたときに、はい、これもっとね、王子のこの、ね、名古屋からのパワーをね、そのパンにお送りしてですね、はい、美味しくなるようにですね、はい、決してね、バター塗りたくらなくても大丈夫ですので、はい、ね、よく王子滑るって言われますけども、はい、まあ、こういう時だけはねちょっとね、その滑るをねいただきまして、ね、バター風味のようなこうね、はい、美味しくなるようなね、そのパワーを送りますので、はい、よろしくお願いします。ビジョンとした方がいいですか。いや なんか送るんでしょ。いや送るって今そのやったあのね、それはね、一応ね、念を送るということで、はい、なんか喋るわけじゃないんですけどね。あれそうなの、ラジオだからさ、なんか、いやだけど、黙って念を送られても放送事故になるんだけど。そうでしょ。じゃだからその念を送るためにと思ったのに、なんか言うんでしょって言われたから。なんか言うと思うよ、ね、だからビーチ、ね、エコをつけようとしたよ。そう、だから今日ちょっとそタイミング違うんだなと思って私の念を送ろうかなと思ったんですけど王子、はい、滑ってます。何か滑ってないんだよ。何か念を送ってください。はい、はい、じゃあ下げますね。はい、夢屋さんのお菓子パン美味しくなーで、おだまり美味しくなるはず。明日からなるよ本当に、うん、すごい、うん、ただね、どうしましょう、はい、もしかしたらちょっと今最近ですね、王子ね、先ほどもね冒頭でお話しましたけども、ちょっと匂いがねする時がございますのでもしかしたら、ね、ちょっともしかしたらねそういうあの労働者の匂いがするかもしれません。労働者の匂いとカレー臭違うからね。だよね、そうですよ本当に、うん、それを皆さんねお間違いにならないように、うんね、本当にね健康的で美味しく食べれるようにですね、はい、念を送りましたのですね、うん、やったー、うん、いいんですか。やった今心を込めて一生懸命やったって言いましたけど大丈夫でした、伝わりました、もしかしたらあれね、そのパンの前に王子風味とかって書かないでくださいね今日も冷えるわね。書くところでした、危な、ね、書きそうでしたね、王子風味の美味しいパンとかって書くとね、これは何だってみんな思いますから、ね、うん、まあ、この時説明する時は電話しますので、うん、そうですね、説明お願いします ね、 そうですね、そうですね、電話ください、皆さん、はい、皆さんとお話しますので電話くださいそうなんですよ、ね、ね、もう今ねみそちゃんもね取ってつけたようにって言いましたけどね、はい、ちゃんと、ね、はい、片隅にね、ずっとね黙って聞いてたら、うん、なんか取ってつけたかのような後に、うん、ちゃんとまたお店の紹介の方に振るのかなと思ったらまた違う方に向かったよね今。いやそれはね、みそちゃんの、ね、いつもの、お仕事でございますので、ね、取ってはいけません取ってはいけませんなるほど ね、 ね、はい、役割が、はい、役割が、そしてですね、夢屋さん、王子が散々引っかき回したって恐縮なんですけれども、はい、実際の商品、ね、どのようなものを置いてるかっていうのをね、紹介していただけますでしょうか。ああ、そうですね。夢屋は、はい、私一人で製造、はい、販売とかまでしてるので、はい、日によって変わったりしますが、うんうん、基本的に、はい、テーブルパン、朝食パンって夢屋では呼んでるんですけれども、はい、30円ぐらいから買えるパンや、30円ですか、30円ですもん、そうです、でもちっちゃいですよ、ちっちゃい、ちょっと手のひらに乗るくらいの丸いパンを30円で売って、はい、子供たちが気軽に買って食べやすいサイズのものから大人に向けてちょっとリッチなチーズケーキ置いたり、はい、シフォンケーキを置いたり、うん、クッキーとかも1枚10円から駄菓子感覚で嬉しいですね、買っていただける、うん、ね、駄菓子もありますけれども、ね、はい、やっぱりね、なんか焼きたてのクッキーとかって嬉しいですよね、子供は、うん、そうですね、シンプルに、はい、やっぱ安くでしないといけないのですごい、うん、リッチな食材とかは使えないんですけど、シンプルで
美味しく安全にを心がけて、ね、子供たちも子供たちが食べるものはやっぱりね、こう安全でシンプルが一番ですよね。うん、その方が受け入れやすいですしね。はい、ね、このご時世でこれ10円、うん、30円でご提供いただくとすっごく嬉しいですよね。ね、喜んでくれると嬉しいですね。私の大好きなメロンパンもありますか？あ、そうです、そうです、メロンパンあります。メロンパンってちなみにおいくらですか？メロンパンは一つ80円ですね、はい、あ、いいですね。そう、ね、80円で100円で80円でパン買って20円でちょっと駄菓子が買えるくらいの、ね、クッキーも、ちょっと余力があった方が、ね、いや嬉しいですね、うん、ね、そして大人向けにはね、ケーキもあるということで、はい、ね、沖縄のジャーマンケーキだったり、はい、そう、私の大好物なジャーマンケーキも、うん、ね、ありがとうございます、はい、もう本当に美味しくて美味しくて、ね、嬉しいですね。嬉しいね、また季節によってね、ケーキもいろいろ変わるということで、そうです ね、 ね、はい、ね、そして新しくオーブンも変わったということで、そうなんですよ、ね、今まで5年間もずっと家庭用を2台過酷労働させながら、はい、フル回転で8時間ぐらいずっとオーブンつけっぱなしにして5年間働かせてたんですけど、はい、修理故障を繰り返して、ああ、もうそろそろ限界だなということで、うん、オーブンを入れ替えまして、はい、身の引き締まる思いで働いてます。ね、オーブンに恥じない。そう今は怖え、このオーブンと思いながら。今ガスオーブンなんですか？ガスオーブンなんですよ。どうですか、すごい、なんか家庭用のオーブンと違いありますか？ね、もう全然威力が違います。あと、ね、なんか見た目がかっこいいんですよ、はい、なんかお前プロだからなちゃんとしろって言われてるような感じがして、もうなんかこうビジュアルから弓矢さんに緊張感をこう、ね、そうなんです、引き締まる思いでシャキッとしながら作ってます。ステンレスのカラーですよ ね、 ね、そうです、そうです、メタルカラーが引き締まりますね。確かにかっこいいです。あ、ねえ、あ、はい、ね、今ねツイキャスで岐阜の9人のバーバーさんが、はい、お話を聞いてたら、はい、夢屋さんに行ってみたくなりました、今度帰省した際にはっていうことで、はい、ね、はい、ぜひね、こうよ、ね、お寄りいけたら、お寄りいただけたらと思います。はい、はい、ね、でもしかもでも、はい、オープンする日がそうなんですよね、あったりなかったり、あったりなかったりなので、もし基本あれですよ ね、 ね、土日休みそうなんですよ、土日月火休みで、土日月火なんですね、そうなんですよ、はい、土日休みだと、はい、この土日に仕入れと仕込み、はい、とか、うんうん、かぶってしまって体が一日も休まらないなってなってしまったので、はい、平日も休みを取って、はい、今基本的には水木金なんですけれども、はい、学校行事があると休んだりするの で、 あ、そうです、ね、もし、よろしければインスタグラムに、はい、オープン日を載せますので、はい、もしインスタが無理なら X のダイレクトメールか、はい、個人的にお電話番号も教えますので、はいはい、お電話番号で紹介していただけますでしょうか、はい、あ、電話番号は載せてないんですね、載せてないですね、載せてはないですね、あ、本当ですね、はい、あ、そうそう、じゃああれですか、X の DM でお問い合わせいただいた方がよろしいですかね。そうですね、インスタやってれば、インスタやってない方にはってことですね、はい、そうですね、はい、岐阜の9人のバーバーさんがお一人でされていると仕方がないですよねって X で検索してみますねってことです、はい、ありがとうございます、うんうん、場所はですね、那覇市永田1丁目20-11、はい、になりますので、ね、営業時間はあれでしたね、はい、やっぱり学校のこうね、下校時間に合わせて営業でしたよね。そうですね、3時から8時ぐらいまでですね、はい、なるほど、あ、ちょっと、はい、いいですか、ツイキャスから、はい、シュプリムさん、はい、新商品、はい、王子に肩パンかっこいい、お引き取りくださいパンをお願いしますと、
の片パンってすんごい硬いパンね。あーカチカチのカチカチ、あの王子、あのもしかしたらこのね、うん、右腕左腕にパンチされるのかと思った。片パンってあやりますよ、その硬いパンで。あ硬いパンで硬いパンで片パンをだから硬くするんだぞ。あそういうことなのね。もう王子はねカチカチだからね。お黙り、ヤンポーさんが滑ってます。ヤンポーさん追加して老若男女に優しいお店ですねっていうねがハテナマークになってるんですけど、あの、ね、王子には冷たいかも、うん、あそうなの。あのね、弓矢さんね、あの新しいオーブンってさ、はい、あの、うん、ピザ焼けます？焼けます焼けます。何でもいいじゃないですか。ピザいいですよね。はい、子供向けのね、なんかちっちゃいなんかピザとかだったらね、あの ピザパンとかあるか、はい、そんなような感じのね、あいいですね、があるとなんか嬉しくなっちゃいますよね。でも王子には片パンだよ、うん、え、うん、え王子は片パン棒ぐらい硬いやつ。あもうあの食べれなかったらもう殴る殴りよう、ね、それ、それそうですね、食べようじゃないよね。うん、うん、王子用ですね、うん、そのねパンでね王子をついていただければいいですよね。はい、だからね、そのね、あの硬いそのパンをね販売するときはちゃんとね、あのコーンポタージュとかさ、はい、オニオンスープとかさ、そういうスープ類をちょっとつけてください。それで浸さないと食べれないでしょ、みんな。そうそうそう、あの王子でね、あの歯がね歯がねって歯弱いですね。弱いですね。はい、うん、あのドロドロにしてると浸してね。そう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 、はい、もう、うん、もうね、あの老眼ですし、あの近視もあるし、歯も弱いし、トークも弱いですよね。やばい、あのだいぶこれ、あのおじいちゃんトークじゃないの、もしかしたら。ね、ああ、うん、否定はできない。あの本当にね、でよくある時代劇の G って言われるね、そのねレベルじゃない。G ちょっと別の意味になっちゃいます、ね。ね、ああそうですね。まあ、あのまあこの男はゴキブリのようにしぶといかもしれないですけど、まあそれはありますけどね、はい、ね、うん、でもねもうちょっとね、うん、あのこう柔らかめのものもね、うん、あの提供していただきたいなと思って、なんかいろんなの王子のね、あの、はい、片パンもしかしたらさ、あのやっぱりあのパンじゃなくて武器だと思われてるの困るからね。そうかもしれない。そうだよ、防犯用、防犯用、防犯用。あの王子みたいな、あのね不審者が侵入するといけないからね。不審者、今日むちゃくちゃ言うね。不審者。それはまあね、ね海パン一丁にねヘルメットかぶってね行ったらね不審者だと思われますよね。はい、もうということでお時間となりました。ちょっといいの最後に紹介しなくていいですか。はい、大丈夫ですか。最後にご紹介いたします。はい、那覇市長田一丁目20-11にございます。おやつと軽食の店夢屋さん、ぜひですね、詳しくは X 旧 Twitter もしくは Instagram で、検索してご覧いただければと思います。王子はインスタグラムはやることができないです。はい、そうだね。そうだね、はい、そうだね、しょうがないね。でも最近ね、あの、はい、ごめんなさいね、ちょっとまた最後喋っちゃったね、あの、はい、X っていうと、はい、もうあの絶対間違えちゃうんだよね。あのツイッターじゃなくしてね、うん、もう今日もヨシキがドラム叩くのかなって思っちゃうんですよね。ということで、はい、うん、どうもありがとうございました。はい、お疲れ様です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。キウナ名古屋。メールご紹介します。はい、お願いします。はい、キウナ部の皆さんこんばんは。岐阜の9人のバーバさんからです。ありがとうございます。最近夫と2人でゴルフに行ってきたのですが、はい、忙しくて運動不足の私たち、ハーフを、回ったあたりでどっと疲れが出てしまい、スコアもひどいものでした。運動して体力をつけることにしましたよ。頑張って体力をつける食事で体重も増やし、ウォーキングも
できる限り頑張って元気にラウンドを回れる体力作りに挑戦したいと思っています。いいですね、うん、いいですね。ゴルフをするためにこの体力をつけるってもうプロゴルファーじゃないですかで普通はあのゴルフで、ね、健康維持っていう方いらっしゃいますけど、ね、ゴルフのためにですよ、ね、体力をつけて食事をね、健康的なものを食べてっていうことで、うん、もうまさしくいいですね、うん、あのご夫婦でねこう一緒にできるっていうのは羨ましいです ね。でもねバーバさん多分ねスコアもねひどいものでしたって言うけどかなり上手な方だと思いますよ、うん、なんか王子そういう気がしてますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあメール紹介します。ヤンポーさんからです。ありがとうございます。ダンサーズさん、みそにさん、滑り滑り滑りすぎの王子こんばんは。滑ってないってして挑戦ですが、今は特に挑戦したいことはありませんけど、過去なら超難関国家資格取得に挑戦した経験ならあります。都道府県知事に実施される試験ですが、僕が合格した時の沖縄県の合格率は250分の8でした。毒物劇物取扱者資格、農業用品目という資格です。平成17年は8人でしたけど、平成18年は1人だけでしたということでした。すごい。あ、農業用品目っていう品目があるんですね。あ、なんかね、ここに合格証があるんですけど、その毒劇物でも農業用の品目っていうのはね、じゃあるんですね。ってことですよね。すごいですね。250分の8は結構難関ですよね、うん、ちょっと難しいですね。難しいですよね、うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、おばあからもらったプライベートジェットさんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。帰宅途中の近くに新しくスポーツジムができたため、10年以上ぶりにジムへ入会してみました。おお、スポーツの秋、減量に挑戦中です。しかし食欲の秋でもあるため、誘惑に負けないようぼちぼち頑張りたいと思います。うん、そうですね、ゆっくりでいいですよ。当時ね、ゆっくりゆっくりのためにね、全然減量ができてませんけどね。で、あの食欲の秋と限らずずっとこう食べてますので、もうなかなかね、ストレッチやったりとかね、ちょっと減量のためにあの YouTube 見ながらね、お腹引っ込むとかいろいろやるんですけど、全く意味がないですね。もう新陳代謝が多分落ちて、あの筋力も落ちてますんで、もう完全におっさん体型ですからね。うん、これは知ってるよ。いやそれはこちらにいらっしゃる方はみんな分かりますけど、はい、ね、ね、リスナーの方はね、分かってないと思いますんで、FM 派とあのリスラジオをお聞きの皆様、ツイキャスが見れるようでしたら、あのツイキャスをぜひご覧ください。あ、でもね、この FM ジェージ新一さんがツイキャスで、はい、今日の王子、メキシコとかベネズエラとかの南米系の人に似てます、うん、確かにかっこいいって、うん、よくなんかね言われる時ありますよ。あの王子本当に日本人なの？ね、どこのハーフとか、ね、言われますけどなんであなたは言われたじゃない、どこねって言われて、どこねって言われましたね。でも、ね、一番ね、最も名古屋人ですよね。そうですね、はい、ね、はい、ね、最も名古屋人、お父さんもお母さんも名古屋です、ね、そうなんですよ、ね、うん、そうなんですね、その割にはね、なんか違うなんかね、お国の方って言われますんで、うん、すっごい名古屋弁喋ってるのにね、ね、はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、ヤンポさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーさん、みそにさん、滑りすぎすぎがブラジルまで聞こえる王子、すげえなそこまで、滑りが聞こえるの？地球の裏側行っちゃった、地球の裏側滑ってるよーって言うと、そんな感じ、全然反応しないねいやもうなんかだんだん反応に疲れてきちゃった。あ、そうですはい、こんばんは。そして、挑戦と言っていいのか悪いのか、知らんけど、中学30の時に、 30?、うん、中学30じゃないよね、中学3年の時だよね、多分ね、うん、の時に、ただ声が大きいという理由だけで沖縄の北部地区の音感発表会の独奏の部に練習時間がわずか3日だけで出場しました。あら、あら、もちろん結果は予想通りです。
無理に決まっていることをなぜ発表会に出場させたのか、あの音楽の先生はバカなのか未だに意味がわからん。すわら悪口書いてるけど、うん、っていうかね、3日で出なさいって言われて、あ、まあね、ね、うん、あのまあ、ピンチヒッターだったのかね、わからないですけども、っていうかね、ちょっとそういう素質がね、ヤッポーさんあったじゃない、あの歌が上手とかさ、うんうん、それで先生もねちょっとピックアップしたんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、あ、そういえばヤンキチさんが、はい、ツイッターで夢屋さんキャラクター最高っていやいや本当に面白かったですね、面白かったですね、あの最後笑って終わってたもんねでヤンポーさん夢屋さんのインスタ X もフォローしてきました、ありがとうございます。ぜひですね、はい、あの、うん、お近くお立ち寄りしたら、はい、長田にありますので、はい、ぜひ、ね、商品の方ご購入いただければと思います、はい、ね、ということでですね、はい、はい、じゃあ名古屋栄養コーナーいきますか、はい、はい、名古屋は栄養コーナーでございますけれども、はい、挑戦なんですけれども、うん、まあ、これは私、うん、まあ、自身のお話にはなるんですけども、はいはい、4年前ですね、うんうん、4年前、実を言うと、まあ、免許取ったんですけども、はい、免許ってもあの車のね普通自動車の免許ではなくてですね、うん、あれは大型特集を取ったんですよね、うんうん、でこれが実を言うと自動車学校、まあ、沖縄でいう自連には行ってないんですね、うんうん、いわゆるあの免許センター試験場の一発だったんですけども、うん、まあ、当然あの練習もしました。でそれで取ったんですよ。で どうだったかな、3回目だったかな、3回目で合格しました。うん、でまあ、あの実を言うとなんでこの免許取ったかっていうのは、まあ、あのと、まあ、欲しかったっていうよりも何か困った時に何か役に立てばいいかなということで取りまして、うんうん、大型特殊なんですけども、うん、まあ、あの試験の時はですね、あのフォークリフトとかショベルカーを、まあ、あの どれで来るかわからないっていうやつだったんですけども、あー、もう本当に1回目は、まあ、試験官にもいろいろ言われまして、うん、で言ってることは何も間違ってないので、まあ、ちなみに試験官警察官ですからね、うんうん、警察官なんですよ、うん、まあ、言ってること、ま、何一つ間違ってないからもう本当にあの反論できないなと思いまして、本当にこれさえ、逆に言ったらこれさえ守ればなんとかいけるんかなっていう思いでやりましたね、うん、でまあそれが派生してですね、フォークリフトの免許も取りましたけども、うん、いや何をやるんだろうというふうによく言われまして、もしかしたらですね東海共和さん就職できるかなと思いましただから今ねあの王子聞いててね、はい、あれ現場に出るのかなと思っちゃったから ね、うん、あの大きい施設を作ってるところのね、はい、いろんなこう、それこそトラクターとかトラクターっていうんですか、あのうん、リフトとかね、うん、シャベルカーとかっていうのがね、うん、あのシャベルカー、シャベルカー、シャベルカーでしょ、シャベルカーよ、うん、シャベルカーはあなた、あなたはあなただよね、シャベルカー、ああシャベルカー、そう、これ俺マシンいやだからね、そういうね、あの、大型重機を扱うって言ったから、うん、ね、なんかだだっ広い大きい現場に出てさ、うんうん、あのヘルメットかぶって汗かきながらやってんのかなと思ってさ、それを目指してんのかなと思っちゃいましたよ、うん、あ、今やっている仕事とは全く無関係なんですね、うん、スプリームさんが大徳免許でさえ王子をコントロールできない説本当だよ ね、 ね、あ、さっき弓矢さんがね、はい、王子が面白いから笑ってたんだぞって面白いこと言ったかなねえ、カンポイさん、じゃあヤクミツルはベネズエラかその辺の人に似てるってことかって、かもしれないですねそうなっちゃうのね、今日はね、はい、カンポイさんね、うん、あの王子ひげ剃ってないんだよね、
そうなのよ、こっちから見てずっと気になってたんだよ。だからちょっとね雰囲気違うのかも分かんないですね。なんかチクチクした感じになってるんだけど。そうチクチクした感じや。あ、なかなかちょっとツイキャスでは分かんないかもしれないんですけど、うん、多分ね、隣で見てると本当なんかチクチクした感じなのよね、うん、なんかサボテンかなと思って、うん、だからちょっとあれじゃない、そのイメージがちょっと違う風に見えるからじゃないですか。 あの、まあ、よくねあの トルコの方とかね言われますけど、はいはい、ね、全然違いますけど、ヒゲがサボテンだからベネズエラみたいになってるってこと。おう、あ、ごめんなさい。ん、でもね、そしてですね、あの言いたい、あの名古屋は栄養コーナーなんですけれども、はい、ね、挑戦ということで、うん、ね、またちょっと旧名古屋も秋は新たな挑戦ということで、はい、ね、していきたいと思いますけど、はい、そうなんですよね、10月、うん、10月でですね4年目になるんですよ、うん、ね、うん、はい、4周年、ね、なんか来週また面白い発表ができたらいいですよけどね。まあそうです ね、うん、はい、ということで、はい、名古屋は栄養コーナーでした。はい、メール紹介します、はい、名古屋ネーム沖縄大好きです、ありがとうございます。ダンサーさん、みそさん、マスクマンさん、こんばん名古屋。名古屋、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。グーグーが書いてあるんだよ今グーってかチョキって言うと思ったのに、いやいや書いてあるのね、メッセージテーマ挑戦、これまで挑戦してきたことは自分のゲームを直したり、ラジオゲストに出演させていただいたりしました。その他にも去年のハロウィンウィークで初仮装、大地マンのスーツを制作して仮装したりしていました。そんな僕も挑戦したいことはたくさんあります。その中の一つがやっぱりラジオ、うん、FM ギノワンでラジオに挑戦したい、グ書いてあるんだって実は以前からラジオをやりたいと思っており、山内さんからもお声掛けいただきました、うん、あ、局長ですね、うん、はい、今はどうしても自分の生活を整えなきゃならなかったりといろいろあってなかなか動けずでしたが、少しずつ落ち着きが見えてきたので目の前のことを片付けたら動きたいな。その間はというのもなんですが、いつか本当にラジオ番組を持てるまで喋る練習をしようと思い、実はスタンド FM というラジオ配信アプリでラジオの収録配信を試しにやっています。これも以前からやってみたいということもあり、アプリは取っていましたが8月から試しにスタート。沖縄大好きのユンタクタイムというチャンネル名でマイペースにやっています。スリップビートでもこのお話をメールで出しました。ラジオ番組を自分で持つことができたら配信でやってることを今後に活かしたいと思ってますということです。ぜひ、うん、ね、挑戦していただきたいです ね、うん、ですね、特にあの今、うん、FM ギノワの場合ですとリスナーさんが、はい、もうパーソナリティをやってる方が多いですので、うんうんうん、ね、はい、ありがたいですよね、このラジオが好きすぎる人たちが本当にラジオができる場所がね、うん、こう作っていただけるっていうのは本当にありがたいことです、うん、ね、おかげで私たちもこうやってね、うん、リモート放送できてるから本当に感謝ですよね、うん、はい、うん、そうですね、ありがたいです、うん、あのね、沖縄大好きさんね、あの王子ずっとね喋ってますけど、はい、まあ、これ私これ本音で言いますけども、うん、あまり別に進歩ないですからね、ずっとこんな感じですから、うん、おしゃべり上手ってことは決してございませんので、うん、ね、ナチュラルにねお話をねしていただければいいんじゃないかなと思いますよ。無駄が多すぎるよね。無駄、うん、無駄なトークが多すぎる。でもね、みんな無駄なトーク好きみたいだよいや、わからないですよ。横にずれたお話がね、はい、まあ、特にね、うん、放送に乗っけられないお話がね聞きたいみたいっていうのはね、うんうん、よく感じますので、はい、うん、またいつかどこかでね喋ってやるんだから。は
沖縄大好きさんのツイキャスでナチュラルにメモメモってメモしてくれてますよ。いや、あの大丈夫ですかこの男の発言を鵜呑みにして。え、うん、あの本当に大丈夫、あの取ってつけたようなトークするよ。あなた自分から言ってるじゃないですか。いや、それは今日あの今日の取ってつけた今日好きだね。うん、もうね、あの頭にインプットされました。今日のあのヒントはそれですかね。そうそうそうなんですね。本当に困ったもんですけどもね。おやつと軽食の店姫屋さん、ヒゲがいいよって褒めてくれてる、ね、だからね、あのよく今あのね、あの海外のね俳優さんってさ、ちょっとこう武将髭だけどこう短い武将髭にしてるような、まあ整えてると思うんですけど、そんな感じのね俳優さんが多くてかっこいいなと思う方ね、たくさんいらっしゃいますんで。私ね今思ったんですけど、はい、横から見て、うん、この男を見て、うん、ね、うん、この前最終回を迎えた、はい、ビバンに出てくる、うん、ギャラリーの方ですね。ギャラリー、ギャラリーっていうかエキストラですね。はいはいはい、の方にいそうな感じですね、うん、あ、いそうな感じなのね、はい、いそうな感じ。あとはあの俳優でも何人でもないっていう場合がありますよね。モンゴルロケのね、ああもう現地の方のね、あ、現地のね、ああそういうことです。タッポイさんが板垣大輔ぐらい伸ばしてみたらって、それすごい長いじゃないですか。結構長いな。で、時間かかりますよ。宮田敷さんから質問、はい、ちなみに王子ナチュラルに喋れるコツはありますかって。あのね、これはね、これでも簡単、あのね、あの喋ることを考えずに口先で、いやいやいや、それさ、ラジオでやっちゃいけないことじゃないの一番。あ、でもね、そうじゃないと、うん、あのお二方分かるでしょ、あの王子いろんなこと質問されて頭一周させると全然喋れなくなるってこと。そうなんです、実はね、落ちなしですよね、アドリブと本番に弱い男です。そうです、考えるとね全然ダメなんだよね。うん、あの違う方向の話してるからね。はい、そう、でもちょっと弓矢さんが出る前にさ、はい、このね、はい、違う方の話にどんどん広げられた時にはどうしようかと思って。違う方じゃないですよね、今日はあの健康診断のお話からですよ。それは確かに、それは分かりました。そこから広めて、あの、ね、あの胃カメラの話から、うん、ね、大腸検査もありますよね、うん、っていうところから、でいろんなお話が、ツイキャスの方にもね、はい、していただいて、はい、うん、最後の最後ね、弓矢さんがね、あのね出られる前に、はい、ちょうどあの王子の字の話が出ちゃいましたんで、うまいタイミングであれだもんね。王子滑ってます。それ滑ってんじゃないんだよ。あのスプリームさんからメールが来てるんですけど、うん、はい、これは公共の電波で言ったらまずい案件かもしれないですがって書いてある内容だから、 どうしたものかと思うんですけど、ちょっと割愛させていただきます。え、で、あの最後の一文だけちょっと読ませていただきますね、うん、はい、あ、王子は滑らないトークに挑戦する予定はありますかって。じゃ、滑ってないもん。滑らないトークじゃございませんよ。毎週毎週あの滑ってはいませんので、はい、うん、あのもしかしたら滑ってるのかなっていうのはあのリスナーの方が感じられてるというあれなのかな。あの王子は一切滑りはございませんので、お引き取りください。え、だから今日のね、あのゲストの方の時もね、とっても今日もね、いいお話ができてね、最後ね、あの X でさ、よしきがドラム叩いてるのかなって言ったの、なんかとっても自分でよかったもん。もう終わりです。あの、なんか反応してよ。終わりだとよ。あの、滑ってない日なんてない気が、いや、なんでもないです、コンコンって沖縄大好きさん、あ、まあ、滑り知らずっていうんですかね。ねえ、滑り知らずというかね、多分滑りトークって言われるものを、うん、私がですね、あの考えてやったら、はい、うん、もっとね、なんかこう楽しくお話できないですもん、うん、それ考えちゃったら、うん、うん、だからそういうことはもう考えずに、うん、いつものよく言うきっちりかっちりでね、お話してますので、はい、エンディングです。はい、エンディングです。手が滑っちゃったじゃないですか。なんか今、うん、なんか一瞬さ、うん、また時間が逆戻りしたかと思ったね。そう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 、なんか滑ってた人いたよね。ね、はい、来週のテーマは、はい、イベント。
来週のテーマはイベントです。お笑いイベントに行く予定とか花火大会のイベントなどエピソードお寄せください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町牛ちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、本日もお聞きくださいました、はい、ありがとうございました。あ、ヤスさんがはい、はい、ということで閉店、ガラガラ。はい、本日もお聞きいただきましてありがとうございます。はい、ヤスさんアーカイブで復習しようって、ありがとうございます。聞いて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 、ね、あと泉佐野の特急サザンさんもオープニングの方で出てくださってます。 ありがとうございました。ありがとうございます。お久しぶり。はい、ということで、はい、また来週です。